さて今回のトツマチは省かれて学校の方から<や>今日インスタ見たら私以外の4人がご飯に行ったんですきついね <laughs> 誘われないんですよまあ話を聞いた感じではまあ99%はぶられてると思うけどうざいか <laughs> うざいかなそれ <laughs> はぶられました,ました、うん、お子さにしろいいふらします <laughs> <laughs> <う>悪い女すぎるやろ はい、ヒカキンと一緒や。はい。省かれてて学校の、今年から。やだね。うん、省かれてて、ね。それを確認したくて。省かれてるかどうか確認したいの。<laughs> <laughs> それ。<や>確認した結果、<う>省かれてることが分かったら、どうすんの。<laughs> で今日インスタを見たんですよそしたら<ー>あ私の学校って30人ぐらいいて30人しかいないの逆に <laughs> あ専門学校なんでで女の子が5人しかいなくてへえー、残りが男子なんですよで5人しかいないからそなんか仲良くしろみたいな感じで行ったんですけど<ー>今日インスタ見たら私以外の4人がご飯に行ったんですわ <laughs> きついね <laughs> そうそれで昨日のお昼の時に「今日なんかあるの?」みたいな言ったら うん、え、何もない,いな。え、何もないって言っておきながら、みんなでご飯食べに行ってたってこと。え、そうそうそう。百はばれてるやん、んそんなんだって。うんやば。<laughs> <laughs> え、嫌な女だね。うん、なんか近々誕生日とかではない。いや、全然違います。私一月なんですよ。<laughs> <laughs> あ,あ、え、なんかサプライズでね、なんかがなあと思ったけど、なんかあのお祝い事をされるようなこともしていない。 ないあな,ないのねだからなんかこう<い>最近彼氏できたとかさなんかこうあないっすないっすなないの、うん、いや専門学校やからなんかこう資格取ったとかさ <laughs> あ今一年生なんですけどいや全部もう可能性ゼロや <laughs> あなるほどねえそのハブだったらえもともと待って待ってそもそもがもともと五人は友達だったの一年生ってことはそんなだって関係性あんまなくないだってまだえないです入学してからうん もうまんまないんで、うん、まだその1か月かそこらでしょそうだからみんな知らない誰やだからその友達になってないえその5人はもう友達なの完全にいやなんかまだ仲良くしようねみたいな感じ、うん、5人しかいないし仲良くしようねってそうそうそうそしたらなんかかぶられたちなみにその日予定なんかあるのってなんで聞いたのなんか普通に適当に聞いたんですよそしたらなんもないでもなん,かなんか今日外で飲むんだみたいな話してておお。外で飲むんだっていう話は聞いたと思うそうそう,そ,うでそしたらインスタ見たら うち以外の4人と飲んでた誘われないですよ私だけやばいこれもやばいお酒え待って待ってもしかして専門学生やから年齢バラバラじゃん専門学校ってはいもしかしてあなただけみあの二十歳未満の可能性はいやそれはないですえみんな何歳なの残りの4人は二十歳超えてんの<は>それとも<や>え、だから本当にお酒飲んでるあるそうですね違法ですね違法というかまああのお酒飲んじゃいけないよね ダメですちなみにその5人の中であなただけなんかちょっと可愛かったりする顔が。えっじゃあ逆にその残りの4人は可愛くてあなただけブスみたいないやそれはかんなないいそれはの分かんない。 話し方がうざいそんなななこと俺いいけどな別に話し方ってえ話しし方方ですかいや別に俺はそんなだけどなんか見てる視聴者的には俺れなんかなえそんななんかあん,の,なんかその女子にとってうざいみたいな話し方、まあ、男と女でやっぱね感じ方違うから俺は別になんかあんま感じないけどまああるよねでもそれねなんかこう男に媚ピ売ってんじゃねえと思われるような話し方みたいなんで。 いいいじめられるるとととかねいるし男とぶりっとかし男はないっす、えー、ちょっと待ってでも確認したいって話やねこれ今回ね、まあ、話を聞いた感じではまあ99%はぶられてると思うけどあうん、まあ、もしくは誘いにくい状態だったのか <laughs>、えー、あなたが今日何か予定あるので聞いた子が、まあ、実はうちきな子で勝手に誘っていいものかどうか分かんなかったから誘わなかったかとか。 そそれは絶対ないうん、まあ、なかなかないかかさうだけど自分から聞くことはできるのてかインスタ見たいなんだけどなんで私も誘ってくんないのよみたいな <laughs> うざいかいうざいかなそれ今日わかんないけど俺聞きづらいないや聞きづらいけど、えー、4人は急に決まったんじゃない、うん、なんそもしかしたらそういうのもあるよねそういうえでもそれは前々から言ってたんですよ何前々から言ってたって 前々からこの日にみんなで飲みに行こうって決まってたってこと<や>4人ね外,外飲みするんだよ、ね、今日外で初めて飲めんだって言ってたんで初めてねじゃあ4人で飲んだのはそれが初めてってわけでしょ多分えでも聞く以外なくないそれかいやちょっと待ってよえお互いのインスタ知ってんだよねフォロー相互フォローってことあ相互フォローですああ相互フォローでその写真をあげるってことはなかなかえそうなんですよねちょっとですよねやばいっす本当に <laughs> 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 そうもいじめるっていうか,なんかそういう目的でわざと上げてるのかまあもしくは全くねあのそういう気がなくてちょっと陽キャでそういうのまた考えずにポンと乗せただけかだからこれはね俺やったらよもう俺やったら2回目あるかどうかで判断するそれ1回目はまああよしとして2回また4人で。 飲んでる写真をあげたらもう俺は省いてるって確信するかな二回は。ちなみにそうれってあの四人とも全員がインスタだけねそれとも誰か一人だけが？いや四人とも四人とも <laughs> <laughs> やばすぎや,やばすぎます <laughs> もう学校に通強者がいよそれなソレナリアルそれなきた <laughs> いやだまだうち四年間あるんですようわあ四年間もうこれどうしよう本当にやばくてもう本当に大丈夫 なんか一番仲いい子いないのその4人の中でい,いないんですよい <laughs> ない、まあ、ちょっと話しやすいなとかいるけど、うん、まあその子も向こう側なんです絶対にに向こう側そカーストみたいなのあるもしかしてそれカーストカーストはないですねない男とつるめばで、ね、まあそれそ男,男とつるんだ瞬間いじめが加速しないといいけどね そうなんだよね男子にあいついじめられてるとかちょっと思われたくなってはぶられてるとかなんか今までこうやりとりした会話の中でなんかちょっと空気がおかしくなったこととかないの、はい、こうあいっぱいありますいっぱいありますな <laughs> っていっぱいあるって何で <laughs> 例えばえなんか <laughs> いっぱいあったらそりゃはぶられるくね <laughs> いっぱい空気壊してきたってことでしょで普通に人が会話してってあ なんか喋ったらキャッチボールしてくれない例えばどういうことを言うの君はえどういうこと何だろうちょっといろいろあるって分かんないいや何か一つ言ってほしいなそれは何かおかしいよってね <laughs> 判断できないから <laughs> え何があったっけキャッチボールしてくれない何か,か聞いても答えてくれないってことでしょそう私が喋ると まあだからそれはねだからそのうどみんなでうどんの話してるのに急に中華の話とかぶっこんできてるかあいやこれ例えですよ例えそんなね女子大学生がみんなでうどんの話してると思ってないか僕もあでも丸亀製麺のあれ丸亀製麺だっけなんかカップのうどんあるあの発売したの知ってるみんなあれなんかうまそうだよねああれ美味しそうですうどんシェイクってやつそそそそう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 ,そう,そうあれちょっとうまそうなんだよ食べやすそうだし 食べやすい、あれはあ、食ったことあんのあ、ないです、すみませんないけど <laughs> どっかねえ見ててちょっと気になったうん気になってますあれね、これみんなうんこれピリ辛担々うどんちょっと食べてみたいな、これこれうまそうだよな、<laughs> そういうとこ私はピリ辛担々うどんちょっと気になってましたああ、同じやん気になってます <laughs> 気になって、よ、おう、ね、辛いの好きなんで うーんなんだろうねうーんまだやっぱ2回目だよねで2回目でもし写真投稿またされたら次聞いてみなてか私もちょっと誘ってよで。あとは、まあ、やっぱりその空気がおかしくなるってことはまあ何かしらあなたの発言にちょっと問題があったのかもしれないよねい分かんないけどえこんな感じですよ普通に何か,かの話題があって、うん、その話題について質問したりするんですけどそれちょっと1個返されて終わりみたいな。 こ、うん、話が広がらないしみんな笑ってくれないですよねみんな笑ってくれないもしかして受け狙いして滑ってるやついやそ,そういうわけじゃない <laughs> 自然に笑いって起こるじゃないですか喋っててまあ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 ちなみに仲いい男の人いますいますその男の子のことを好きなのが4人のうちの誰かにいるとかはいやそれはないみんな,なんかクラスで付き合いたくないって言ってるんで、うん、ああそう 仲い,い男の子いいなも,その男の子もそやっぱ男の子でグループあるじゃないですかさすがにそこに行くわけにはうんまあじゃあもうほんまにもう俺のアドバイスはえー 2>, はい、2, 2回目もしまた投稿4人での飲みの写真投稿されたら <laughs>、はい、その一番話しやすい女の子に「なんで誘ってくれないの?」って聞くしかないもん私ってはぐられてるって聞いたら はぶられてるって言い方じゃなくて「えてか「私も飲み行きたいんだけど」か逆に自分が誘うとか自分からうんああうわひどいコメントあるちなみにとしえさんは高校とかでも友達はいましたかあいますいます普通にね高校は普通にみんなと仲いい感じ今でも遊んでるんですけどうんまあじゃあまあまあ別にね 問題があるわけではなないいのかもしれちなみにその4人と一緒にいたいのかだってそれとも別にそうでもないのかだってもうなんそんなことされてるんだったらちょっと痛くはないですよねじゃあもういいんじゃねえもいいかまあ悪い女やったらねあの4人にはぶられたとかなんか言いふらしてね男どもにああ<ー>でも学校でちょっと騒ぎさせるみたいなのもあるけどただまあこれが本当にはぶられてたどうかもまだ分からんからな1回目やとあそうや、ね、だから2回写真投稿されて で、はい、えとメンバーの一人にちょっと聞いてみるそれで確信したらもう言いふらしたらいいんだもんあぶらいましたはうらいましたうん大さじし,ろ言いふらします <laughs> <う>悪い女すぎるやろ <laughs> 言いふらしますって何